先日、第2種電気工事士の、上期筆記試験を受験された皆様、大変お疲れ様でした。勉強の成果は、発揮できたでしょうか。今回は、そんな第2種電気工事士上期筆記試験の、理論的な計算問題について、こうすれば解けたという内容で、やっていきたいと思います。どんどんいきましょう。まずは1番です。端子 AB 間の合成抵抗を求める問題であります。これは、直並列の回路に見えますが、ポイントはこの部分が短絡されている点にあります。短絡されている部分は抵抗は0オームですから、こっちの5オームには電気は流れません。で、この5オームはないものとして扱います。そうしますと、5オームと5オームの並列になります。同じ抵抗が2つ並列でしたら、大きさは半分になりますので、答えは 2.5 オームとなります。続いて2番ですね。電源電圧が204ボルト、抵抗の両端の電圧が180ボルト、リアクタンスの両端の電圧が96ボルトであるとき、負荷の力率はということであります。これも、分かっていれば大変簡単な問題です。力率というのは、全体分の抵抗として考えられます。ですので、力率はコーサインシータとして表しますけども、全体分の抵抗ですから全体は204です。そして抵抗は180です。さて、これは、真面目に計算してはいけません。電卓が使えません。電卓が、使えない試験ですので、204分の180ということは、逆に言うと、20分の18というふうに考えることができます。よってこれは2割イコール0.9ですね。パーセントに直すと 90% です。ですので、90% よりもちょっと小さいものを選ぶということで、88しかありません。全体分の抵抗ということを理解していること、プラスこの204分の180を真面目にやらない、これが大事であります。続いて3番。2本の動材質の導線があって、 A は直径 1.6、長さ 20m、 B は直径 3.2mm、 長さ 40m。 A の抵抗は B の抵抗の何倍かということであります。これはポイントは直径で聞いてきております。抵抗は、面積に、長さに比例し、断面積に反比例します。導線の断面積というのは直径の2乗に比例します。円の面積というのは半径かける半径かける3.14ですので、直径の2乗に比例します。まず直径で着目すると、 A の直径というのは B の半分でありますので、抵抗は4倍になります。長さに着目すると、 20m と 40m で長さが半分ですから、長さで見ると抵抗は2分の1になります。よって4倍の2分の1ということで、2倍ということになります。4番は、これは服に対してコンデンサを設置して、力率を 100% に換算した。この時の電流計の C 値はということで、これはですね、力率が、良くなると電流というのは減少します。よって、コンデンサ設置前と比べて減少するというのが正しくなります。最後5番です。これは3層の基本的な考え方が、分かっているかどうかを試している問題です。まず断線前というのは、これは3層3線の回路で、その送電圧を聞いています。送電圧というのは線間電圧のルート、3分の1です。断線した場合はこれがなくなりますので、この線間の200ボルトを同じ抵抗でが 2個直列になっているということになりますので、片方の同じ抵抗2つの直列ですから、200ボルトを分圧すると100ボルトになります。で、断線後は100ボルト、断線前はルート3分の1かける200ということですので、これは 1.732 ですから、100よりも大きいで116ボルトということになります。よって E が正しいということになるわけであります。皆様いかがでしょうか。
今回、ざーっとご説明いたしましたけども、この理論というのは電気の、基本、電気の考え方、理屈をちゃんと理解していると、大変簡単に解ける問題になっております。今後、第2種電気工事士から第1種電気工事士、また電研3種というふうにステップアップしていく場合は、この電気の理屈を知るというのは大変重要になってきます。第2種電気工事士、もしくは第1種電気工事士だけであれば、電気の詳しい理屈が分からなくても合格できますが、ステップアップを狙っている方は、ぜひ理屈から詳しく理解するという勉強を、今後してみてください。